はい、だ全国のいろんなスケボーに興味のある皆様、お待たせしました。本日はなんですけども、僕が持ってるスケボー、これをなんかちょっと紹介してみようかなっていうふうに思ったんで、それやっていこうと思います。僕この4種類持ってるんですよ、スケボー。これにそれぞれの使用用途これがちょっと気になる方いるかもしれないですけど、これに使用用途はありません。まあ一応ね、この3種類に関しては用途があって、これはちょっと諸事情がね、いろいろあったんですよ。まあなんでそれも後々語っていくんで、まあちょっとこの4種類紹介していこうかなっていうふうに思います。ということでね、まず紹介するのはこれですよね。これいつも使ってる、僕がいつも使ってるデッキなんですけど、これあのストリートで使う用のデッキですね。ボードスライドは案外、ボードスライドかなはやるんで、こうちょっと結構傷ついてますね。傷ついてるっていうか、いい味を出してきてますね。でね、ノーズスライドとか、あ、テールかこっち。テールスライド、ノーズスライドっていうのは、あんまりやらないんで、まだそんな汚くないですね。あんまりやらないっていうか、やらないんですよね。で、ボックス作ったんで、ちょっと今後、そっちの方もやっていけたらなっていうふうに思ってて、これから習得していこうと思ってます。っていう感じでね、これは本当にストリートをやるための、デッキになります。で、続いて、こちらですね。こちら。これまあ前使ってたデッキなんですけど、それに、MDF でこの、なんていうんでしたっけ、これスペーサーじゃなくて、ちょっとテロップで出しておきます。これをつけて、まあ、作ったんですね、穴開けて。で、でかいウィールこれ本当はペニーのウィールなんですけど、このクルージング用にセットアップを変えてるって感じですね。ソフトウィールとをつけて、これで結構この、まあ、近場のコンビニだったりとか、まあ、近くで、まあ、近場に移動するときかな、これ結構使ってます。最近はね、自転車使うこともあるんですけど、これで移動することも少しずつ多くなってきました。なんでこのペニーがあるのにこれにしたかっていう話なんですけど、ペニーってちょっとなんか小さすぎて、なんか僕うまく乗りこなせないんですよね。こうストリートのデッキに慣れてるからっていうのもあると思うんですけど、でペニー全然乗ってなかったんであんま慣れてないっていうのもあるとは思うんですけど、ストリートって結構路面がガタガタなとこがあったりとかするじゃないですか。そうすると僕ペニーじゃそれ乗り切れないんですよね。まあ慣れてないっていうのが一番の原因だと思うんですけど、こっちにしたら本当にすごく楽になったので、その街中の移動みたいなのが、なので今はこっちを使ってるっていう感じですね。続いてこちらですね。これ何かわかります？これ俗に言うサーフスケートってやつなんですよ。サーフスケートって僕は二大勢力があると思ってて、一つはカーバー、多分一番有名だと思うんですけど、カーバーっていうスケートボードがあって、それもこのスラローム用っていうか、ここがすごい前のトラックがすごい、なんていうか動くデッキで、あれも、まあ、サーフスケートって呼ばれてるようなやつで、サーフィンのオフトレにいいですよみたいなスケボーになるんですけど、あれって僕一回だけ乗ったことあるんですけど、意外と短いんですよね。なんでサーフィンとスタンスがだいぶ変わっちゃうんですよ。で、それに比べてこれ、こちらはグラビティ社が出してるスケートボードになるのかな、このスラスター2ってやつだと思うんですけど、このトラックの名前自体が、これは、そのカーバーよりもだいぶ長くて、サーフィンよりはちょっとスタンスが狭くはなってしまうんですけど、カーバーよりはこのサーフィンのスタンスに近い状態でスケートボードで練習することができるっていうデッキで、これ結構面白くて、グネ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 やるだけで本当にスピード上がっていく、まあカードもそうなんですけど、のでめちゃくちゃ面白くて、本当に、まあ、僕波に乗ってもそんなグネグネできないんですけど、まあ、波のに乗ってるかのごとくね進んでいくんで、めちゃくちゃ楽しいんですよこれ。ちょっと最近時間があんまり取れなくてね、乗れてないんですけど、夏場とかはねサーフィンよく行くん でサーフィンでできなかったところをこれでちょっと練習してみるとか、ただこれで練習したからって言ってサーフィンでできるかっていうと、波の上でできるかっていうと、それはまた別問題で、やっぱ波って自然のものなので、一つ一つの波全部違うんですよね。一回乗った波と全く同じ波がもう一回来るとか、そういうことは一切ない。もう波って全て違うんで、同じ波は一生来ないっていう、そういう認識で皆さんやられてるんで、一つ一つの波をね大切にやっていかないといけないんですけど、まあ、毎回毎回違う波なんで、それにうまく合わせられるようにスキルを上げていかないといけないっていう感じなんですけど、まあ、サーフィンに関してはね、僕あんまりスキルを上達させたいとかっていうよりは楽しみたいっていう感じなんで、まあ、そういう感じでやってますね。まあ、これも楽しみの一環として
まあこれで滑ったりしてるっていう感じですね。これ結構面白いんで、で、カーバーより安いんですよ。カーバーって多分3万ぐらいしますよね。これ1万6000円ぐらいで買ったんで、カーバーよりちょっと安いっていうのもメリットかなっていうふうに思います。デメリットは、まあ確かに、でかいっていうところですよね。ちょっと家に置いとくと邪魔だったりします。はい、最後こちらペニーですね。これ日本帰ってきてっていうか、留学でオーストラリア行ってて、その日本帰ってきて初めて買ったスケボーペニーなんですけど、その時めっちゃ乗ってて、その時は結構かなり乗れたんですけど、ちょ最近ストリートの方のデッキばっか乗ってたんで、そっちのスタンスに慣れてしまって、これのなんかこういう幅が狭い、幅じゃないか、長さがあんまりないスケボーにちょっと乗るのが苦手になってしまって、なんていうかこうプッシュするじゃないですか。で、足見ずに置きますよね。なんかこの辺置いてるんですよね。めっちゃギリギリで、お、危ねっていうことが結構あって、意識しないとこの辺に置けないっていうのと、そうすると、今度だいぶ幅が狭くなるんで、ちょっと不安？転んだりとかないですけど、不安なんですよね。うん。ちょっとそれであんま使ってなくて、こっからウィールをちょっと奪っちゃったっていう感じで、ただゆくゆくは、こっちはシャークウィールにしたいと思ってて、なんでシャークウィールにしたら、このウィールはこっちに戻そうと思ってます。とりあえずね、これだと、これどうなんですかね、これでトリックできるんですかね。ちょっと映像撮ってきて今流してると思うんですけど、これでショービットとか、まあオーリーはできないにしても、ショービット、ポップショービット、フロントサイドポップショービット。多分できてないな。今、レイクできませんでしたっていう映像が流れてるかな。っていう感じで、まあ、僕はスケートボード4つ持ってますよっていう感じですね。でまあ今タイミング的にっていうのもあるんですけど、僕、これクリアじゃないですか。これクリアデッキ。で、これもクリアデッキなんですよね。これもクリアデッキ。で、これはまあデッキテープないじゃないですか。で、まあ、いわゆるオーソドックスな黒いデッキテープ、これしかないっていう。なかなか珍しい組み合わせですよね。普通黒いデッキ、黒いデッキテープのやつが多くなるじゃないですか。クリアなデッキテープが多いっていうのはちょっと面白いとこかなっていうふうに思いました。っていう感じですね。特に後半っていうか最後のデッキテープの話はどうでもよかったんですけど。という感じで、今回4つのスケートボード僕持ってますよっていう話でした。まあそれぞれね、使用用途があって、まあこれはねえか。この3つに関してはそれぞれ使用用途があって、まあ今でもこれもね、夏になれば結構使うんで、このあたりはね、結構楽しくて、やらせていただいてますっていう感じですね。スケートボードハマるとね、こうやっていろんな種類もね、集めたくなったりもするんで、まあもし今スケートボードやってなくて興味があるっていう方はね、どれからでもいいんで、もうほんとペニーからでもいいですよ。でもいいんで、ちょっと触ってみると、またね、あ、このスケボーも欲しいとか、あのスケボーも欲しいってなったりとか、まあ、あるいはね、これから始めて、これだけを極めていきたいっていう方もいると思うんで、まあ、そういう感じでね、一回触ってみると、まあ、世界が広がってくると思うんで、もしやったことがない方は、ぜひ、試してみてください。ということでね、今回の動画は以上になります。よかったら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それでは、次回の動画でお会いしましょう。